です。このチャンネルでは最近話題になっている時事ニュースなどをネタに雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。何これ、何この丸がついてるやつ。韓国有名バーガーフランチャイズで飲んだコーラカップの底に生きたゴキブリ。韓国有名ハンバーガーフランチャイズのショップで注文したコーラの中に生きたゴキブリがいたことが伝えられ衝撃が広がっている。19日、韓国メディア聯合ニュースによると、京畿道に住む A さんは12日午後6時ごろ、8歳の娘と一緒にハンバーガー店を訪れてセットメニュー2つを注文した。A さんがセットメニューに出てきたコーラを飲み干し、カップの蓋を開けてみると、カップの底には生きたゴキブリが動いていた。ゴキブリは氷の塊ほどの大きさがあった。A さんは心理的に非常に不快になり、スタッフを呼んで抗議したことに続き、食品医薬品安全署にも申告した。A さんは食品医薬品安全署の申告をしない代わりに100万ウォン、約10万円の保証金の提案を受けたが、断ったという。はい、です。これは、生きてたんでしょ？生きてました。まあ、死んでても似たようなもんですけど。いや、あの、ドリンクの中に入ってて、うよ、ん、うよって動いてないですね、きっと。でしょうね。浮いてこないんですね。ふわっと。いや、浮いてたんじゃないですか。あ、浮いてるんですか、これ。いや、飲み干したんで、こうなってるだけで。飲んでしもたん？そうですよ。やかんやー、飲んでー。ちなみに、韓国の、有名な、ハンバーガーチェーンといえば、どこだと思いますか？ロッテ。ロッテリアです。はい、はい、はい。うん。なんとなく。はい。ね。ちなみに、はい、日本のロッテリアは、最近になって、全勝っていう、はい、次や。ああ、はい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 。A のグループに売却されましたので、韓国とは資本が多分違ってると思います。あ、なら、よかったです、ね。まあ、とはいえね。まあ、そこはもう店ごとの管理なんで。まあまあ、関係ないですよ。韓国のね、ロッテリアの方でもね。何を言うてんねと、うん、うちはちゃんとやってます、まあ、ね、以前っていうとこあると思うんでね、マクドナルドでもね、ポテトの中にゴキブリ入ったことありましたので、はい、そして A さん、普段からよく利用して、出前もお願いしていた店舗だったが、コーラをほとんど飲み干して、最後の一口をストローで吸い込んで、カップの中を見たが、あまりにも衝撃的で、身の毛もよだったと、娘がそのカップのコーラを飲んでいたらと思うと、大きな怒りが湧いてきた。体には異常はなかったが、繰り返し虫のことが頭に浮かんで気持ち悪くなる。これも当たり前ですが。問題の店舗は、虫が見つかってからも何事もないかのように営業を続ける姿に、ロッテリアに対する失望と嫌悪感まで抱くようになったと。あ、そうですか。うん、で、企業が、事件を揉み消そうとしているようで、とにかく呆れ返るし戸惑うと。しょうがないですよ、そら。10万円で。しょうがないですよ。ロッテですもん。はい。そりゃあ、そうでしょうよ。この店舗は、5日間の営業停止ということですね。食品業者の衛生不良は、一般的に是正命令や、過怠金、過怠金っていうのはそういう安全義務違反みたいなものに対する制裁、罰金ですね。などの行政処分が課されるが、営業停止は重大案件に対して下される重い処罰ということですね。まあ、日本の、保健所がやってるようなやつとは、違うっぽいですね。ああ、そうなんですね。それ検査ないんですかね、韓国って。いや、もちろんあると思いますけど。あるけどもってことなんですね。で、一応、その、店舗からのコメントも出てまして、普段からも定期的に貿易しているが、店舗が入店している建物が、あまりにも老朽化しているため、ゴキブリが流入したようだと。で、虫を発見後直ちに、店舗を点検し、営業停止期間も 5月初めに予定されていたが、区長に要請して前倒しにして今月にしたと。なんか日本とかやったらね、そういう駆除業者って言いますかね、
あの、飲食店のね、うん、入り口出口、うん、窓、そういうとこにね、チッチッチッチ、なんかあの、ガスキンの方なんかがね、あの、駆除の薬をね、チッチッチッチ巻いてるじゃないですか。はい。ああいうのって、まあ、あるんですよね、きっと。もちろんやってると思いますよ。ね、やってても、入ってくるぐらい、えげつないってことですね。まあ、換気扇経由とか、いろいろその侵入経路ありますね。で、やっぱお客さんと一緒に入ってきちゃうやつもいますし。あー、どういうことですか、お客さんでしちゃって。いや、だから、あの、自動ドアベーって開いて、はい、夜なんかこう一緒にゴキブリ入って。あー、そういうことか。お客さんですよ、お客さんの方とかに泊まってるのかなと思って。あ、そういうのももちろんあると思うんですよ。やめてください、その方に泊まってるとか。そうですか。うん。あ、そうですか。ほぼほぼ、日本だってそうですよ。何？お客さんと一緒に入ってくるの？お客さんというか、はい、あの、例えばどっか行った時に、はい、カバンとかにへばりついてるんですよ。やめて、そんな気持ち悪いこと言うの。それを家の中も感じちゃうんですよ。はい、はい、はい。ほんまですか？ようありますよ。カバンについてんの？うん。カバンについてんの？誰が見つけんの？いや、見つけられないから家の中に入っちゃうんですよ。いや、カバンについてたの？ついてることが結構あります、ね、そういう、場所に行って、で帰ってきたら、はい、潜んでるとか、あとは、その、玄関のドア、はいはい、あくまでその隙間で待ってるやついるんですよ。そんな細くないゴキブリがいるんですか？そうそうそう。で、開けると、はい、さっとそのまま入っちゃうやつ。壊したことあります？これ見つけて。ありますよ。あ、そんなやつがいたんですか、やっぱり今までに、うん。あ、そうですか。はい、あ、そんな、うん、頭使ってる。使ってますよ。ゴキブリがいるの。うん、はい。誰かもう帰ってくるやろ、この家、そうそうそう、の人、みたいな。そうそうそう。で、帰ってきて帰ってきた、思って、一緒に入るんですか？そうそうそう。殺したいな。あ、そうですか。うちなんかほら、だから、あの商店街の、はい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 、家があるとこは、はいはい、結構だから、夜、道普通にゴキブリ歩いてるとか。わかりますよ。横断してるんでしょ？老舗の蕎麦屋とかあるんですか？わかりますよ。普通にね。ね。私、横断歩道をね、渡ってるゴキブリ見たことあります。しましまの、しましまの上を。いや、だからもう、ダメですね。それはやっぱり。ダメだ。でもドリンクの中って結構きついですね。うん、ショックですね。エキスがね。そう、またね、フライドポテトの方がマシです。そうそう、だからそこ触ってなきゃいいんでね。やっぱりゴキ、この中使ってたってことですか？そうです。貯水タンクに死体が浮いてたのと同じぐらいの感じですか？そう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 。ね？それで顔洗ったり歯磨きしたりね。です、これはちょっと。うん。まあ、侵入経路。だこういうものへの侵入経路も、はい、まあ、店舗にはいるのは仕方ないとして、はい、まあ、入っちゃうっていうのも、うん、まあ、あるわけですよね。そうですよ。はい。いやー、これはもう、こんな私飲んだやつに入ってたら、うん、だいぶ ね、やられると思いますよ。やられるし、多分、精神的にやられますよ。ずーっと覚えてると思いますね。覚えてます、なんかその、例えばこのカップを見るたびに思い出すとかね。そう、だから今こう飲んでる、この、実はこの中に入ってんじゃんかなとかね。今開けるとこでしょ。こう、見てね。見てしまうかなって思います。うん、まあ、ありえなくもないんでね。そうですね。なんで、ファーストフードの、まあ、カップも、はい、例えばマクドナルドだったら、ほら、紙カップだったりするじゃないですか。はいはいはい、そうです。なんで中が透明じゃなくて見えないと。はいはい、はい。っていうのもあるので、はい、まあ、そういうのも、こう、やっぱ一回蓋開けて、なんか確認する、はい。そうですね。コーラなんか、わかんないかもしれないですけどね、色的に。でもスタバとか聞かないですね。ああ、聞かないですね。ね。うん、まああれは、ね、カップにだって、空のカップを、要するに、ね、コーヒーメーカーのところに置いて、じゃあ、まあ、しかも、外見えてますからね。まあ、冷たいやつだったらね。はいはいはい、はい。まあ、その違いなんですかね。うん、外から見えてるかどうか、まあ。あとは、スタッフが、はい、その、毎回、パッと確認するかしないかみたいなのもあると思うんですけどね。まあ、大急ぎでね。うん、早せ、せなー思って、ダ、うん、ー入れてな、うん、あれで、うん。まあ、まさか、そこにゴキブリがいるとも思わないでしょうけど。うんうん、いやー、怖い。これ、うん、まあ、これはちょっとね、はい、うん、まあ、確かに先生おっしゃるように、はい、その、どっかに、はい、その、ハンバーガーのね、はい、隅っこの方にいたとか、はい、とかよりは、
もの握った後に、ついですね、ちょっとついた。体液が、ニュッと出てますから。そのニュッと出たもの飲んでますからね、自分が。ゴキブリ成分がもうこの辺入ってますから。そうそう。いや、もう地になりますね、これは。地ってね。いや、なんかね、なんとなく、ちょっとね、繁殖するんじゃないかとかね、自分に。これはね、はい、まあ、店に、やっぱちゃんとしてほしいのもありますが、はい、飲む前にちょっと確認っていうのも。いや、もうこうなってきたらね、今度からもう、例えばね、あの、いろんなファーストフードのやつとかで、ね、もう見ます、私。一回開けてね。いや、大丈夫だったかな、今日のね、車屋さんもね、もう、ちょっとコロナ前まではね、普通のね、コーヒー、ティーカップ、コーヒーカップ、日本茶のやつ、グラスで出してたんですよ。で、そのなってからだったと思うんですけど、普通のなんかこう、それこそこんなやつでね、ドリンクを出すようになったのに、中見えないやつなんですよ。今、急に不安がよぎった。かっこー、みたいなね。わかるね。一応高級押収車の。でもね、そう、でも、出してきたのがこう男やったんでね。はい、なんか変なことしたんちゃうかとかね、急に言うのかと思ったりとかしました、今なんか。あいつ変なことしてんのかなとか。ね、恋にやられるの。なんか変なことしてたらどうしようって今、急にふと不安がよぎりました、今なんか。可能性はね、別になくはない。お待たせしました、いたしましたとか言って出してきたけど、何か入れたりとかしていいかな。カップの場合一緒なめてたけど。どうしようかなって思った。ありえなくはない。ゴキブリと同じぐらい気持ち悪いですからね、ここが来たら。そうですね。はい、ちょっとなんか嫌ですけど。なんかまあ確認はね、した方がいいかなって思いましたんですよ、本当に。まあそれ結局ね、自分の身を守ることにもなりますので。そうですね、はい、はい、読んじゃうよりはね、多少。いや、これ具が入ってきてたら終わりですよ。もうね、ストロー伝ってね。いや、例えばまあズドンって入らなくても足とかね、なんかガチガチしたやつが入ってる、何これって思ってピッて出したらね、ジチチっていう足が入って大騒ぎですからね。その場で僕吐くかもしれないですよね。そりゃそうですよ。ね、いても立ってもいられない。でも、店長が飛び出してきますよ。バーって走って、全力疾走で。そうですね。バケツも。申し訳ございませんとか言って。そうです。だからもう、私、もう、韓国のロッテリアには行かないです。韓国に行っちゃダメですって。あ、そう、韓国に行かない。あ、そう、二度と行かないです。そうです。韓国に行きましたけど。はい。はい。はい、というわけでした。はい。はい、皆さんも気をつけて。そうですね。いただきたいと思います。はい。はい。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、